イメイク事情に大きな変化が現れていると聞きまして、はい、調査をしてまいりました。それではご覧ください。学びが教えてあげる。女の子のアイメイクの変化を調査するためやってきたのはこちら、メイクアップアーティスト学院。こんにちは、よろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いいたします。こちらがアイメイクの最新事情を教えてくださる博士のりこ先生です。先生、スタジオにいる向井君と竹井君のためにも、はい、アイメイクの努力を教えていただけますか。はい、そうですね。アイメイクとは眉と目のパーツの部分の眉毛もあるんですか。そうですね、お化粧を入れてアイメイクと私たちに言います。完全に目だけでのことはアイメイクだ。そう、眉毛という方結構多いですね。眉毛も、はい、眉毛も、はい、アイメイクはやっぱり女性のメイクの中では一番大切な部分だと思います。そうですね、私も一番気をつけるのはアイメイク。そうですよね、一番時間かかるのもアイメイクじゃないですか。やることが多い。はい、シャドウして、そうですね、はい、そうですよね、はい。女の子の印象が大きく変わるアイメイク、そのトレンドの変化を伺いました。今回は各年代ごとにモデルさんを用意していただいたということですが、はい、一番奥からなんですけど、はい、いつも懐かしい香りブンブンしてる、はい、バブル全盛期ですね。バブル10年代後半のメイクをさせていただきました。特徴としましては女性がですね、活躍し始めた時期でもありまして、強い女性のイメージが非常にメイクにも現れているんですね。なんかうちの親の写真とかを見るとああいう感じです。なんか前髪がくるんかな。私は当事者なのではい、わかります。そのバブルから10年後、2000年代前半のアイメイクがこちら。コンサバフェミニンと呼ばれるお嬢様ファッションが席巻したこの時代、都会的な中にも優しい印象を与える細眉とボリュームマスカラの組み合わせが大流行しました。そして現在流行しているメイクがこちら。塗りすぎるメイクが一段落し、よりナチュラル志向へ。自然な太眉、長いアイライナーで垂れ目に見せる可愛くて愛されるメイクが主流になっています。ちなみにこの日私丸高は自前メイクだったのですが、森若さんはもう本当に愛されメイクの代表的メイクというよりも、丸高さんのお顔が愛され顔ですよね。嬉しいです。はい、そうですか。はい、そう思いました。怖いとか言われてる。全然怖いお顔では。怖いお顔は。ですよね。今日感激だった。そんなアイメイクの世界に最近新たなトレンドが生まれたそう。女子高生を中心に大ブレイクの兆しを見せる最新のアイメイクを私丸高が身をもって体験しました。では丸高さん、出来上がりましたので、はい、ぜひ鏡を見てみてください。いいですか。はい、せーの。あー、違う。赤くて、どうですか。おかしい、はい、ふんってしてますね。はい、あー、自分で言うのもなんですけど、かわいい。かわいいですよ、本当に。このメイクはなんていうの。はい、今流行っているサビちゃんメイクと言います。サビちゃん、サビちゃんメイク。はい、かわいらしい、愛したい、かまってあげたい、ほっとけないっていうイメージを与えるメイクなんです。はい、この赤の。そうですね、うさぎの目って赤いじゃないですか。はい、そのイメージをこの目の下の濃いピンクに、する時間もなく息をするピンの彼女、
本人たっての希望でうさぎちゃんメイクを体験してもらうことに。衝撃の変身はこの後スタジオで。マトンちゃん、マトンちゃん、マトンちゃん、エビマ